はいどうも、皆さんお元気でしょうか。 J チャンネル J です。今回はですね、ストラップのご紹介ですね。ストラップをですね、ちょっとギターが 2,3 本あるんで、ストラップをですね付け替えるのが面倒なので、ストラップをちょっと購入しました。いつもお世話になっているのはサウンドハウスさんなんですが、これがですねめちゃくちゃ安い。ちょっとですね、これまず値段はね380円でこういう感じで、結構ね長さも結構調節できます。で普通買えばもう1000円以上しますけどね、結構これが安いという。ちょっとこのね普通のに比べて少しちょっと弱いんですけど、僕はこのビニールタイプがいいんですね。型番がプレイテックのナイロンストラップのブラックです。380円。これのレビューしてみたいと思うんですが、今ちょっとやったんですけど、一つだけちょっと問題があります。この穴がコメントにもあったんですけど、この穴が、このね幅がすごくこうごつめなんですね。厚めなんです。幅が厚めなんで、このエンドピンのところにですねこれがはまらないというコメントがあったんですが、まさに実際にまさにやったらはまらないんです。でこれをどうしたらいいかという感じですね。これをちょっとやってみたいと思います。このストラップですね、ここの丸がとこのエンドピンの丸が、このこれじゃちょっと入れないんですね。これがちっちゃくて、穴がちっちゃくてこう入りません。そこでちょっとこの部分を少し切ればいいと思うんですけど、これをちょっと改造してみたいと思います。それではですね、今削ってみました。これですねかなり大きくなってます。これでちょうどいいぐらいかなという感じですね。今からちょっとつけてみます。普通のやつだったらもう全然つかないんですけど、これを広くしたやつだったらピッと入ります。はい、お結構すんなり入って、まあ、ちょっと抜けやすいのでここにこうね、コードをさせば大丈夫です。こういう感じでいきます。はい、こんな感じです。ちょっとこう見てくれはねあんまり良くないですけど、こんな感じでできます。約10分の作業でした。はい、はい。こっち側はですねこう紐がついているので紐でできて、こっち側はこういう風になってます。いい感じになってますね。はい、とにかく380円ですからね、10分ぐらい作業すればこれで十分いけます。はい、今回はプレイテックのナイロンストラップブラックのレビューと、改造でした。はい、ではまた。